コアな人が見るとあ,あ、今日もこの戦法かっていう感じだと思います今は将棋っていうのはゲーム性としては中盤戦終盤戦で勝敗が決まっていくんですね、はいはい、まあ、だから例えば午前9時に始まって午後7時に終わる将棋があったとしたらまあ、夕方の4時ぐらいから見れば十分楽しめるんです <laughs> その最後の3時間ぐらい見れば <laughs> そこでこういろいろこう逆転とかは起きるんで、はい、はい、で結局そこの最後の三時間ぐらいの面白さ。っていうのは、まああんまり変わってないんですよね。なるほど。十年前ぐらいと変わって比べて。なるほど、なるほど。だそこがまあやっぱり維持されてるっていうのが、今こうやって将棋がこう。まあいろんな方に見ていただいているっていう。あとはまあ最後やっぱ一時間、一時間っていうか、まあ。本当に最後のなんてかで、逆転するんですよ。はいうん、あのトッププロ同士でも将棋って。 最後残り一分とかになって刺しなさいってなった時に間違えるんですよねそのなんていうんですかねやっぱ最後が面白いっていうところが将棋の一番の魅力なんではい